皆さんこんにちは、ジャットさんです。今日ジャットさんはミニストップさんで見つけたご当地ラーメンシリーズ、気仙沼産フカヒレ醤油味ラーメン、こちらを食べていきたいと思います。中にはフカヒレのスープの素と醤油味のスープがついています。それでは熱湯を注いで3分で食べていきましょう。それではフカヒレラーメンも完成しましたのでいただきたいと思います。いただきます。こちらのフカヒレラーメン、なかなか美味しいですね。ほっとする、あの懐かしい中華そばのような醤油味を味わうことができます。そしてその上にフカヒレのあんかけをかけることによってとろっとしたスープに仕上がるので、この寒い時期に食べるにはもってこいのラーメンかもしれません。フカヒレも中に入っているのでコリコリとした食感を楽しむことができます。あんかけが醤油の味を壊さない、バランスの良い美味しいラーメンだと思います。ぜひ皆さんもミニストップでこちら気仙沼名産フカヒレラーメン見つけたら食べてみてください。またねー。